おじょ、アンゴロです。出来事ランキングに入ります。第5位、ドン。暗号資産ワールドマップが映す、世界で最もビットコインに関心が高い国。Google の検索インターレストを反映した暗号資産ワールドマップが注目を集めている。暗号資産ワールドマップが公開されたのは6月中旬です。ランキング入りしたコインはこれです。ドン。ビットコイン、イーサ、XRP、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、カルダノ、モネロ、トロン、アイオタ、ドジコイン。最初からこのコインに絞って調査したのか、それともトップ10がこのコインだったのかは書いていませんが、チェーンリックやビチェーンなどの去年から話題になっているコインや、他の時価総額上位のコインがないことから、おそらく最初からこのコインに絞った調査だと思います。多分。検索数ランキング、ドン。ダントツ1位がビットコインで 80.8%、 2位はイーサで 13.7%、 3位は XRP で 7.7%。 意外なのはドージコインがカルダノよりも順位が上のことです。ドージコインは現在は日本ではあまり話題になっていませんが、テスラのイーロン・マスク氏がドージコインを気に入っています。コインごとの検索数の多い国だ。左はビットコイン、右はアルトコインのランキングです。ビットコインには日本はランクインしませんでした。トップ3はケニア、ブラジル、チリ。アルトコインに日本が5位でランクインしました。待てよ。このランキングには基準になるドミナンス 100% の国がないね。アルトコインはドミナンスが低い順に並んでるけど逆じゃないかね。次だ。コインごとのトップ5の国が表示されています。日本は結構ランクインしていて、XRP で2位、カルダノで3位、トロンで2位、アイオタで3位。XRP とカルダノはわかるけど、トロンの検索が世界2位は本当かな？昔トロンという日本産の OS があったけど、それが検索ボリュームに含まれていることはないか。次に第4位と、匿名の仮想通貨ビーム。ハードフォークでディファイ導入へ。今回のハードフォークによってビームはプライベートなディファイエコシステムを構築する。ディファイはディセントラライズファイナンスプラットフォーム、直訳すると分散型金融プラットフォーム。ディファイはブロックチェーンとスマートコントラクトを利用して中央管理者なしで金融サービスを提供するプラットフォームです。ユーザーは個人情報を提出する必要はなく、コインさえ持っていれば誰でもサービスが受けられます。例えば分散型取引所は中央管理者なしでコインを取引できる DeFi です。貸付サービスはコインを担保に入れてコインを借りられる DeFi です。 DeFi のサービスはすでに数百あり、 Beam の参入によって匿名性の DeFi が登場します。 DeFi は本人確認が不要という点ではすでに匿名ですが、送受信アドレスが追跡されて本人を特定される可能性があります。一方、ビームは送受信アドレスがわからないプライバシーコインを開発しているプロジェクトで、その技術をディファイに応用します。チャートドン。これはビームの冷やしチャートです。コロナショックが発生する2月24日の初め値は 0.72 ドル。3月13日に 0.13 ドルまで下げた後反発し、現在価格は 0.49 ドル。ディファイの発表で大きな反応はありませんでした。チャートドン。これはディファイにロックされているコインをドルに換算したチャートです。コロナショックで大きく減少した後、4月にコンパウンドが公開されてからすごい勢いで増えてます。6月1日は約1010億円。6月26日は約1750億円。1ヶ月で740億円増えました。次に第3位と、セントラリティメインネット公開。セントラリティは分散型アプリのプラットフォームを開発しているプロジェクトです。ホルダーにとっては待ちに待ったメインネットのリリース。メインネットとはですね、独自ブロックチェーンのことです。今までのセントラリティはイーサリアムのブロックチェーン上で稼働していましたが、イーサリアムから独立して今後は専用のブロックチェーンを使います。チャートだ。これはセンズの冷やしチャートです。2019年10月1日は 0.2 ドル。ステーキングの公開で爆上げし、11月7日に 0.196 ドルをつけました。コロナショックが発生する2020年2月24日の価格は 0.101 ドル。3月13日に 0.029 ドルまで下落し、
現在価格は 0.082 ドル。メインネットの発表で価格は反応しませんでした。今後の価格は、イーサリアムや EOS などの従来の分散型アプリのプラットフォームに比べて使いやすさと性能の面でセントラリティがどれくらい優位に立てるかにかかっています。チャートのヒゲの付き方が不自然な気がする。大手取引所に上場しないかな。次に第2位だ。財布トーク、ひょんなことから暴落。財布トークは財布という日本の取引所の取引所トークンです。チャートだ。うわー、3月から 0.14 円前後で安定していましたが、6月24日にいきなり暴落しました。6月24日昼12時の価格は 0.146 円。6月25日朝7時の価格は 0.1 円。32% ダウン？週足だ。2017年7月に安値 0.07 円をつけているので、今回の暴落は最安値の更新ではありません。0.1 円からさらに 30% 以上下落したら最安値更新です。ちなみに2017年の仮想通貨バブルでは 4.3 円まで上げました。暴落の原因はこれです。だ。3万円以上暗号資産のお取引をされた方を対象に、最大10万円相当のフィスココインを抽選でプレゼントいたします。財布エクスチェンジには財布トークンがあるのに、なぜフィスココインなんだろう。つまり、財布が最大10万円分のコインのプレゼントキャンペーンをした時に、プレゼントするのが財布トークンではなくフィスココインであることにユーザーが疑問を持ったということです。質問の回答だ。財布トークンですが、発行体はテックビューロ株式会社であり、当社ではございません。なんだって？財布は2018年まではテックビューロ社が運営していましたが、ハッキングを受けて事業継続が難しくなったので、フィスコに事業譲渡しました。その際、財布トークンもフィスコが受け取って取引所の上に役立てると思ってたけど、まさかの所有者は今でもテックビューロ。これにより今後財布で財布トークンが使えるようになる可能性が低くなり、それを意訳した売りで暴落したと考えられます。実は財布トークンは一つ問題を抱えています。それは、使い道がないことです。普通の取引所トークンは、取引手数料が安くなるなど保有すると取引所のサービスをお得に受けられることが多いですが、財布トークンは保有しても得なことは現状何もありません。そして今回財布が財布トークンは財布のものではないと発表したことで、将来的に財布で財布トークンを使えるようになる希望が絶たれました。にしても、たった一つのツッコミで 30% 以上暴落するって大丈夫かな？そういえば、事業譲渡の後にユーザーに財布トークンを1000枚ずつ配ったのは何だったんだろう。そして、第1位ビットコイン大幅下落の背景に、ニューヨークダウ市場、プラストークの仮想通貨大量移動やマイナー売り懸念も。国際通貨基金は24日、2020年の国内総生産見通しをマイナス 3% からマイナス 4.9% と下方修正。一方、2021年は新型コロナの一定の収束と経済再開を見据えて 5.4% 増を見込んでいる。チャートだ。上が S&P500、下がビットコインのチャートです。2月24日のコロナショック以降の底は、 SP500 は3月23日、ビットコインは3月13日。そこから現在までの天井は SP500 は6月8日、ビットコインは6月1日。このように底や天井のタイミングが1週間ずれていますが、動きがよく似ています。6月24日のビットコインの始め値は9617ドル。25日の安値は8989ドル。現在価格は9239ドル。2日間で最大 6.5% ダウン。現在は 3.9% ダウン。プラストークンで盗まれたコインが動いたとか、マイナーの売りで暴落しそうなどネガティブニュースが増えてますが、今回の下落はビットコインとしては大した値動きではありません。上がるか下がるかは株次第。相関係数だ。相関係数とはですね、一方が変われば他方も変わるという関係をマイナス1からプラス1の間で強さを表してもらうです。プラス1に近いほど同じ動きをしていて、0に近いと相関なし、マイナス1に近いほど逆の動きをしていることを表します。このグラフは2017年1月以降のビットコインと S&P500 の相関係数です。
青がプラス、赤がマイナスです。2020年1月は 0.27、 2月に 0.8 を超えて、3月に2017年以降最大の 0.846 をつけました。4月からは減少し始めて、4月は 0.60、 5月は 0.40 と減ってきたので、このまま逆相関を期待しましたが、6月は 0.43。 もし7月もプラスになったら、2017年以降最多の6ヶ月連続プラスです。以上、出来事ランキングでした。7月にコイン別チーム戦イベントを情報上で開催します。ぜひ遊びに来てください。この動画が面白かったらグッドボタンをなんとかお願いします。爆上げチャンスを探すためにチャンネル登録をぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。